赤草インコは、オウムメインコ下に分類される鳥類の一種。オーストラリア。クイーンズランド州ケアンズ周辺。サウスイーストクイーンズランドから、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、南オーストラリア州の東南部まで。また、ノーフォーク島とニュージーランドに移入された。全長32から37センチメートル。体重約129グラム。亜種により、色彩が大きく異なる。 タアッシュと元アッシュの違いは分類で口実。死ゆほぼ同色で、元アッシュはほぼ全身がシンク色である。また、全アッシュに共通するのは、オハ、ホウ、ウフクは青色で、背面には黒色から濃厚色のウロコ様のブッチが入る。元アッシュの幼鳥は、背面、覆面、オハがオリーブ色である。アネタイウリン、乾いたユーカリの森。 川辺の植生など様々な環境に適応している。繁殖期は9月から1月で、巣は木の軌道に作られる。1回の産卵で4から8個の白い卵を産卵し、メスが単独で放卵する。卵は約20日で孵化する。給児は私有もに行い、約35日で巣立ちする。6アシュが確認されている。実際にクリムゾンとされるほどの色彩をしているのは、 P.E. エリゴンス、P. ニグレスケンスである。また分布域が重なる地域では色が混ざり合う。ありがとうございます。